ホステルは2005年に制作されたスプラッター映画アメリカ合衆国とチェコ共和国による合作アメリカからやってきた大学生のパックストンとジョッシュはバックパッカーをしながらヨーロッパ各地を旅行していた途中でアイスランド人のオリーも加わり3人は毎晩遊び歩いていたある夜ホテルに戻ろうとした3人は出入り口の扉が閉まっていて 中に入れないことに気づく。パクストンが中へ入れてくれ。と、大声で叫ぶが、別の建物にいた住人から、うるさい。静かにしろ。と罵倒され、瓶を投げられてしまう。その時、三人を別の建物の中へ誘導する人物が現れ、三人は難を逃れた。三人を助けた人物は、アレックスといい、三人がヨーロッパを横断旅行中である旨を聞くと、 スロバキアのブラチスラバの郊外にある田舎町に、いい女と、ファックできるホステルがあるという話を聞かせる。早速3人はそのホステルへ向かうことにする。途中の電車で、中年男性と軽いトラブルが起きるも無事ホステルに、到着した3人は、相部屋になった2人の女性と楽しい人夜を過ごす。オリーは、途中から受付の女性、バーラと仲むまじくしていた。ところが翌朝、 部屋で目を覚ましたパクストンとジョッシュは、オリーの姿が見えないことに気づく。受付に確認するとチェックアウトしたと言われ、女性宿泊客の金か,からは、友人行きとオリーのツーショット写真が、さようならとメッセージ付きで送られた、携帯電話を見せられる。街に出かけたパクストンとジョッシュは、オリーらしき男を見かけるが、追いついてみると同じジャケットを着た別人だった。二人が、ふに落ちないでいると、 携帯電話に、オリーからの、帰国するというメッセージが届く。不審に思って、電話をかけてみるが、応答はない。ホステルのロビーで、明日一緒に出発することをかなと約束したパクストンと、ジョッシュは、アイ部屋の二人に誘われて、ディスコに繰り出すことにする。しかし、気分が悪くなったジョッシュは一人で、ホステルに戻り、バーラに付き添われて、ベッドに寝かされる。 二人と飲み続けていたパクストンはトイレに向かうが、気分の悪さから誤って倉庫に入って出られなくなり、やがて座り込み機を失ってしまう。ジョッシュが目を覚ますと見知らぬ部屋に降り、下着だけで椅子に拘束されている状態だった。やがて男が一人部屋に入ってくると、拷問用の道具を物色し始める。チェコでのホステル公開初日時の様子。左からマイケル・デイビット、ヤンブラサーク、イーライロス。 バルバラ・ネデリアーコバ、フィリップ・ウェイリー、ありがとうございます。